本当に平気？やっぱりやめようよ。ジョディ、あんなにおねだりしていたのに気が変わったのか？知り合いだっていないし、嫌われるかもしれない。それにこんなドレスじゃ。ねえ帰ろ。深呼吸して。心配はいらないよ。ただの誕生パーティーだ。みんなお前を気に入るよ。友達だってできるかもしれないぞ。ほら。あ、プレゼントを忘れずに。これはポーの刺繍だよ。とても古くて貴重なものだ。きっと喜ぶ。大丈夫。きっと楽しいから。5時に迎えに来る。楽しめよ。もう友達が来てるわ。男子もね。それプレゼント？わあ、ありがとう。行くわね、クリステン。くれぐれもバカな真似はしないようにね。はい、ママ、わかってる。はあ、やっといなくなった。ねえ、みんな。この子はジョディ。ママと一緒にユニット4にいるの。ユニット4？超常現象部門の？おお、何してるの？スプーン曲げとか、幽霊と交信したりとか？違う。よし、パーティー始めよう。私ビール取ってくる。男子はシャッター閉めて、女子はキャンドル。ジョディ、あなたは音楽かけてきて。さあ、はじけよ。どいて。もっと今の曲かけてよ。超ノリノリの。うちのママ、私の部屋には入らないし、完璧無関心。クリステン、お前最高。ジョディ、飲む？うん、私飲めないから。それ絶対損してるって。3、4本飲んだら人生変わること間違いね。僕はマット、ジョディだよね。学校で見かけないけど、基地で授業を受けてないの？別のプログラムをマンツーマンで受けてる。だよね。君みたいな子がいたら忘れるわけないし。クリステンのお母さんと知り合いなの？クリステンとは初対面。お母さんが同じ部署に招待してくれた。僕はロンドンに住んでたんだ。ここに来る2年前まで。君はどこに住んでたの？基地の中だよ。基地で生まれてからずっとあそこにいる。趣味は何？どんなことが好きなの？
僕はサーフィンやるんだ。友達とバンドもやってる。で、君は何が好き？特にない。読書とかつまんないよね、こんなの。あのさ、聞いてもいいかな？なんでユニット4に？私には特殊な力が霊体とつながってた。霊体って幽霊とかそういうこと？馬鹿げてるか知れないけど、なんていうか目に見えない存在が一緒にいるの。それって今もここにいるの？その話はしたくない。ごめん、たくバカだな。今ので怒ったりしてないよね？うん、大丈夫。バラードだ。あの、踊らない？あの、踊ったことないから。大丈夫、僕だってよくわからないしさ。本当。あのさ、よく言われるだろうけど、すごく可愛いね。ありがとう。君は他の子とは違う、特別な感じがする。ありがとう。でも知り合ったばかりでしょ。踊ってくれてありがとう。でも悪いけど、ねえみんな、今からジョディにスーパー超能力を見せてもらっちゃおうよ。あの、いいね、ダメダメ、私面白そうじゃん。くだらない、インチキでしょ。いいじゃないジョディ、パワー見せてよ。ねえジョディ、やってみせてよ。ごめん、私そんな力なんてないから。言ったでしょ、インチキだって。オッケー、それじゃあそろそろ美味しいケーキ食べよう。それと誕生日プレゼントオープン。やっぱケーキはと先にプレゼント開ける。ラブジェン XXX。 あー、すっごく嬉しい。ニーソックスでしょ。ティーバッグ超欲しかったの。もうママのはいらないでしょ。イケメン彼氏をゲットするチャンスアップ。未来の彼氏に超感謝されること、間違いなし。なんなのそれ。古い本、なんか変な匂いがする。それ珍しい本なの。エドガー・アラン・ポーの詩集。エドガー・アラン誰？なんだよ、ジジイの書斎から盗んできたのか？字がすごくレアなの。そうね、その服みたいに。ちょっとこれジョーク？私の誕生日にわざわざこんなもの私に来たわけ？優等生ぶっちゃって、実験ラットの分際で。そうよ、不気味な実験ラット。ああ、一日中子犬みたいについてくるんだぜ、発情して。へえ、しかも尻軽。ママに言われたから仕方なく呼んであげたのに。ああ、軽いぜ尻軽魔女め。俺たちで懲らしめようぜ。魔女といえば火炙りの刑。ああ、やっちゃえ。ああ、お願い、やめて、やめて。相手する神の女王よ、なんでよ。偉大な力を示したい。
ここから出して、お願い。